安紀都市神社は、岡山県岡山市東区西大寺にある神社。式内社、備前国本一宮。旧社格は、国兵中社で、現在は、神社本庁の別表神社。現在の祭神は、以下の御柱。古くは、兄神社と称していたと伝えられることから、初代天皇の神武天皇の、二位にあたる五世の命ほか二神を祭神としたもので、明治時代に定められた。 古文献では、当社の祭人については、様々な記述がある。社名より、平安時代の参義、秋篠康人や、右近の絵大将安倍安尊安人、和西の祖神であるとする者、天照大臣、五十教利彦命、また、単に当地の地主神であるとする説もある。このように諸説あって定められないことから、1870年の神社名祭兆では、 未称と書かれている。現在の逸瀬の命は1875年にアンヒトシ神社社務が作成したアンヒトシ神社五伝記に初めて現れるが、1925年に社務所が作成したアンヒトシ神社史では、やはり定められないとして社名に神を付けたアンヒトシ人としている。第二次世界大戦後の1952年に作成された 神社名最長で再び、つ世の命とされ、現在に至る。創建の年代は不詳。社言では、神武統制の際につ世の命が数年間この地に滞在し、神武天皇が即位の後に、つ世の命ら公安にちをこの地に祀って、久方宮と称したのが金言としている。国史の書見は、俗日本語期の841年とあるもので、平安時代後期に編纂された。 演技式神明朝では、美前国では、唯一の名神大社に列せられている。もともとは、当社が美前国一の宮となるはずであったが、939年における、天行の乱において当社が、藤原住友方に味方したため、一の宮の地位を朝廷より剥奪されたとされる。その後、美前国一の宮の地位は、天行の乱勃発当時に朝廷に味方した。 備中国の一宮である、木津神社より、お玉城を分子されて創建した、木津彦の神社に移ったと伝えられる。もともと、社殿は、背後の宮城山の山頂にあったが、1344年に、火災で消失した。その後、備前藩主、池田綱政によって、現在地である中原に再建され、備前藩の祈願書となった。1871年に、 国兵駐車に列せられ、祭典への直視参考。1926年には、皇太子、広木と新の行刑を仰ぎ、記念祭、新滑祭、霊体祭には合わせて、平白とも紳士の参考があった。第二次大戦後は、神社本庁所管の神社として、別表神社となった。明治年間、大雨によって、本殿広報ののり面が崩れた際に、 弥生時代中期の銅鐸が発見された。この銅鐸については後に、京都大学教授の小林幸雄によって学会に報告されている。銅鐸は岡山県指定重要文化財に指定され、岡山県立博物館に帰宅されている。ありがとうございます。